はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では今回はこのテーマですね、まだ間に合う2020単刀一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます。年明けからでも2020年の単刀筆記試験に、ね、十分間に合わせることができる、合格することができるという点を、さまざまな角度から説明をさせていただきます。まずは前提としまして、不動産鑑定試験の試験制度について説明をしていきます。鑑定試験はですね、単刀筆記試験受けていただきまして、で合格した方が、論文式試験ですね。で最終合格、公認会計試験と同じようにですね、こう2段階選抜方式になっています。でまずは単刀筆記試験からですね、概要を確認していきます。試験科目はですね、2科目ですね。行政法規という科目と、鑑定理論という科目ですね。2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産は勝手気ままに使えるものではなくて、様々な規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法とかね、そういった法律名って聞いたことありませんでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。宅建士試験なんかをですね、勉強されている方はですね、宅建試験で学んだ内容の4割が重なってくるのが、この行政法規という科目です。宅建で学んだことを4割ですね、内容重なってきますので、この行政法規についてはですね、宅建やられてた方はですね、かなりリードできた状態で始めることができるのが、この行政法規という科目になってきます。もう一方、鑑定理論ですね。要は不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出す、これ鑑定評価というんですが、この鑑定評価を抜ける考え方、理論を学んでいくのが、この鑑定理論という科目になってきます。これ専門科目になってきます。で、いずれも択一式、マークシート方式で40問ずつ出題されまして、2時間ずつで問題を解いていく、そういった内容になっています。ではいつ試験が実施されるのかってことですね。試験期日です。例年5月の中旬の、日曜日、第2日曜日、母の日が、試験期日となっています。2020年度、すでに、試験日程発表されてまして、2020年度も例年通り5月の10日の第2日曜日が試験日と発表されています。では、どれぐらいの率で単刀筆記試験合格することができるのかってことです。合格率は、30%強ですね。33%とかね、受験ですと、そういった率になっています。3人に1人が合格できる、そういった合格率となっています。宅建試験が確か15%前後のはずですので、単純な合格率の比較でいうと、宅建試験よりも、単刀筆記試験の方が、受かりやすい試験ということになってきます。点数で言いますと、合格ラインとしましては、最近ですと7割ぐらい点数を取っていただければ十分ですね、合格することができるようになっています。では、どれぐらいの勉強時間確保すれば合格することができるのかってことですね。標準的な学習時間は、これ講義の時間も含めてなんですけど、大体500時間ぐらい勉強時間確保していただければ十分合格することができると言われています。やはり宅建試験が大体300時間ぐらいで合格できると一般的に言われてますので、その1.5倍ぐらい勉強をしていただければ十分に合格することができるということになってきます。で、単刀筆記試験に合格しますと、次は論文式試験ということになってきます。で、試験科目はと言いますと、鑑定理論、民法、経済、会計学の計4科目で出題されます。行政法規という科目は単刀筆記試験だけの科目でして、論文式試験では出題されません。一方、鑑定理論は専門科目ですので、論文式試験においても出題されます。加えて、民法、経済学、会計学、この科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかといいますと、例年ですと8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程ということになってきます。ただ、2020年度はオリンピックがありますので、例年よりもちょっと2週間ほど後ろにずれてまして、8月の15、16、17の同日月の連続する3日間が試験日程と発表されています。最終日、月曜日ですので、お仕事されている方は事前にお休みを取っていただく必要があります。
で、これ真夏真っただ中3日間ですよね。論文式試験ですので、こう文章を書き続けなければなりませんので、こうある意味体力勝負的な面もあるのが論文式試験ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格できるかと言いますと、合格率は約15%となっています。まあ、7人に1人、まあ、しか合格できないと言っていいですかね。7人っていうのは単刀式試験合格した人7人のうちの1人ですので、まあね、なかなか厳しい試験だと思います。で、いつもこれね、言い訳的にですが、この合格率の厳しさは資格を取った後の、まあ、使い勝手と大いに関連性があるということです。つまりは、まあ、一概には言えないと思うんですけど、比較的取りやすい合格率の高い試験資格というのは、じゃあそれを取ってすぐに就職転職にこう直結することができるかというと、なかなか難しい面があると思うんですね。一方で、合格率の厳しい試験、まあ、司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのはもちろん受かるのは大変なんですけど、受かれば希少性を生み出しますので、就職転職に直結するということになっていきます。そのようにちょっとね、ポジティブにちょっと考えていただきたいということになってきます。では、論文式試験ですね。どの程度勉強時間を確保すれば合格することができるのかってことです。やっぱり講義の時間も含めて、これ大体2000時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があります。まあ、科目も増えて、論文文章を書く訓練もしなければなりませんので、まあ、少なくとも2000時間ぐらいはですね、勉強時間確保していただく必要があります。論文式試験合格するためのポイントは、苦手科目があるとなかなか合格することはできません。判定試験は相対評価の試験です。なので、難しい問題は皆書けませんので、合否に影響しません。とにかく皆が書ける問題を自分も書けるように準備しておく、つまり基礎を重視して4科目をですね、まんべんなくですね、バランスよくですね、学習をしていく。全科目について平均的な答案を揃えられれば合格することができます。なので、とにかく4科目バランスよく基礎を重視して、全ての科目について他の、受験生に負けない程度の、普通の答案でいいです。平均的な普通の答案を、ポイントは全科目揃えられれば合格することができますので、とにかく苦手科目をなくして底上げしていくというのが論文式試験においては重要なポイントということになってきます。はい。で、あと鑑定試験のですね、特徴2つのポイントがありまして、まず1つは、一度単刀式試験に合格しますと、論文式試験が最大3回受験できる制度になっています。まあ、単刀免除制度、言葉を言い換えれば三進制度となっています。特に鑑定試験は働きながら受験される方がですね、多く占めていますので、この単刀免除制度をうまく使っていただくというのが1つポイントになってきます。さらにもう1つポイントは、短期合格が可能となるように試験問題の見直しが2016年度から実施されています。今、鑑定業界というのはものすごく人手不足なんですね。なので、試験団体国土交通省はですね、学生だったり、まあ、不動産分野以外の方にも積極的に鑑定試験チャレンジしてもらうようにですね、試験問題の見直しを行っています。要は、知識量を重視したベテラン有利の問題から、基礎を重視した初学者でも短期で合格できるような問題の内容だったり、採点だったり、形式に変更しています。単純に言うと受かりやすくなっています。この見直しが実施される前までは、短期で合格するというのはですね、ほとんどいませんでした。で、見直しが実施された以降はですね、実際問題ですね、こう短期で合格している人が本当に増えてきています。なので、今ね、受かりやすくなっています。で、踏まえてですよね。では、年明けからですね、鑑定士も興味持っていただいてですね、年明けから最短で鑑定士になるルートはどういったルートかと言いますと、それは2020年度に単刀論文一気に合格するというのが、これが最短なルートになってきます。ただ、それは特に働きながらですとなかなか厳しいというのは、今までの話からなんとなく分かっていただけると思うんですよね。なので、レクとしておすすめのですね、合格戦略としましては、やはりこの単刀免除制度をですね、活用してもらうということです。つまり、年明けから2020年度はまず単刀に特化していただいて、単刀に短期で合格していただいて、で、単刀の負担をなくしていただいて、単刀免除制度を使っていただいて、論文の学習に専念して、2021年度に論文合格をしていただくということです。この単刀免除制度を活用して2段階で合格を目指すというのが、特に働きながらですと、年明けからですと、合理的な戦略ということになってきます。
なので、2020年度はまずね、担当に特化したコースを受講していただきたいということになってきます。で、レックとしましては、通常のコースとして、担当合格講座全54回のコースをね、準備しています。もちろん、それを取っていただいて、担当合格目指していただくのもありなんですけど、ただ、年明けから担当を目指すということならば、おすすめのコースがありまして、それが、こちらですね。年明けから4ヶ月で担当合格を目指す2020担当スーパー速修コース全27回のコースということになってきます。こちらが年明けから担当を目指すんでしたらばおすすめのコースということになってきます。では通常のコースと比較をしながらこの速修コースの特徴ですね、Q&A 形式になってますのでそちらを使って確認をしていきます。はい、まずは、この速修コースですね。通常のコースとの最大の違いは何なんですかってことです。速修コースと通常のコースのとの最大の違いは何なのかってことです。それは、講義回数が少ない。要は、あえて講義回数を抑えているというのが一番の特徴ということになってきます。つまりは、通常のコースというのは全54回のコースです。で、その半分の27回のコースが速修コースということになってきます。講義回数半分になっています。ただ、半分、いや、半分って合格するための知識としては足りないんじゃないのって思いませんかね。ちょっと不安に思いませんかね。この通常のコースというのはですね、確実に担当に合格させるために、例えば保険をかけて C ランク的な知識なんかも確認したり、あとはコースの中で知識を再確認するようなまとめ的な講座なんかもですね、入っているようなコースになっています。ただ、特に働きながらこういった資格試験をですね、勉強して、で、不合格になる一番の理由は、仕事が忙しくなって講座を消化しきれずに、で、本試験迎えて、で、不合格というのが、これね、一番多い理由です。なので、いくら総まとめの講座とかがあっても、これ消化しきれなければ意味がないということになってきます。なので、この速修コースは、担当の本試験問題をしっかりと分析して、徹底的に担当合格に必要な知識にですね、講義を絞り込んでいます。回数絞り込んでいます。つまりは、すいません。徹底的に、担当合格のために必要な知識ですね、講義回数を絞り込んでいます。つまりは、消化不良を起こしにくいカリキュラムになっているというのが一番の特徴ということになってきます。要は10の不確かな知識よりも5の確実な知識で短期間で合格を狙う戦略的なコースがこの速修コースということになってきます。担当筆記試験はトップで受かろうがビリで受かろうがですね、合格は合格です。関係ありません。担当の点数が論文に引き継がれることはありません。なので、言葉は悪いんですけど、この速修コースというのはギリギリでも構わないので、なんとか担当合格に滑り込ませるね、そういった戦略的な狙いを持ったコースがこの速修コースということになってきます。ただ、確かに回数は少ないんだけど、とはいっても年明けから2020年5月に実施される担当筆記試験に本当に間に合わせることができるの？年明けから4ヶ月かな、4ヶ月で本当に合格することができるのってことです。確かに年明けから担当論文一発で合格を目指すというのは現実的にはなかなか厳しいです。ただ、担当だけに特化していただければ年明けからでも十分に合格することは可能です。それは、この速修講座は知識をインプットしていく講座を通常のコースより絞っています。回数を絞っています。なので、
講義の時間も少なくなりますし、それに伴って復習の時間も圧縮されています。復習時間も、ね、圧縮されています。つまりは、通常のコースですと、担当合格するためには講義の時間も含めて、先ほど説明した通り、大体500時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があります。一方、速習コースは講義回数も少ないですし、それに伴って復習の時間もね、圧縮されてますので、大体400時間ぐらい勉強時間確保していただければ十分にね、合格することがね、できます。で、年明け4ヶ月ですよね。まあ、日にちで言うと120日。400時間を120日で割りますと、1日あたり、どれぐらい勉強すればいいんでしょうかね。1日あたり。まあ、大体3.3時間ぐらいですね。3.3時間ぐらい。なので、例えば週末を少し多めに勉強していただければ、平日はまあ大体2時間ぐらい勉強時間確保していただければ。で、この400時間の中には通勤通学の時間も入れていただいて全然構いませんので、皆さん通勤通学で往復2時間ぐらい使ってませんかね。その時間勉強時間に当てていただければ、あとは週末ね、ちょっと多めにやっていただければ、十分に年明けからでも400時間ですね、消化することができるはずです。さらに言うと、例えば、宅建試験を勉強された方とか、あとは他の資格の勉強で担当式試験に慣れているとか、そういった方ですと、この400時間がさらに300時間ぐらいに圧縮されるはずです。実際、この速習コースはね、もう10年目なんですけど、今までも、300時間とか、中には200時間台とかでもね、この速習コースで受かってる方ね、いっぱいいらっしゃいますので、十分に年明けからでもですね、講座消化することができるはずです。では、申し込むためにはどれぐらいの金額が必要なのってことですね。コストですよね。受講料はどれくらいなのかってことです。これ大事なことですよね。申し込みにはどれぐらいお金がかかるのかってことです。これ講義回数が圧縮されてますので、その分受講料もですね、抑えられています。割引等々をね、使っていただければ、通常コースの一般価格よりもですね、40%引かれた60%ぐらい、6割ぐらいの金額でこれ受講することができます。初期投資が抑えられている、そういったものを受講しやすい、ね、価格設定になっています。ただ安いということは、安かろう悪かろうになってないのかってことです。つまりは、使用テキストだったりアウトプット講座、まあ答案練習会、答練等々の問題の数というのが、通常のコースとね、やっぱ中身が違ってくるじゃないですかってことです。やっぱり安かろう悪かろうで、使用テキストだったり、アウトプット講座、答練等々の問題数も通常のコースと違って少なかったり違ってきたりするんじゃないですかってことです。そんなことはないですね。テキスト、過去問集、すべて受講料に含まれています。さらに、答練等々の問題数も、これ通常のコースとほぼ同じです。ほぼ同じです。つまりは、後から余計なテキストを受けるような講座をね、取る必要は一切ありません。この速習コースで取っていただければ、十分に担当合格できるような力をね、身についていきますので、この速習コースだけね、取っていただければね、もう十分に合格することが可能なんだということになってきます。では、この速習のコースですね、どういった構成になっているかといいますと、速習コースはですね、大きくね、2つの時期から成り立ってまして、まずは知識をインプットしていくですね、まあ、知識をインプットしていくですね、担当基礎期がありましてですね、まずは知識をインプットしていく担当基礎期がありまして、で、続いてですね、数多くの問題を解いていく、ね、アウトプットの時期ね、アウトプットの時期。アウトプットを行っていく担当完成期ですね。大きく2つの時期に分けることができます。これが大枠です。で、この知識をインプットしていく、ね、担当基礎期ですね。具体的には、この担当スーパー速習講座というものを受講していただきます。これは、こう上にも説明文があるんですけど、速習専用で作られた
インプット講座になっています。これ、特注専用のインプット講座になっています。鑑定理論11回、行政法9回の全20回ですね。速習専用のこのインプット講座全20回。1回あたりの講義の時間が2.5時間。それを20回ですね。こうインプットしていただくということになってきます。で、担当基礎記でしっかりと知識をインプットした上で、担当完成記ですよね。実際数多くの問題を解いていきます。まずは担当実践答練です。本試験同様の実践的なレベルの問題を行政法規と鑑定論それぞれ3回ずつ計6回のですね、問題を解いていただきます。で、最後全国レベルの模試ですよね。全日本担当公開模試1回受けていただいて、で、5月の本試験に臨んでいただく、そういった流れになっています。で、この担当実践答練と、全日本担当公開模試っていうのは通常のコースとこれ共通です。このアウトプットの時期のこの実践答練と模試は通常のコースと共通のものとなっています。で、受講の流れとしてはこう実際に問題を解いていきますので、2時間で40問それぞれ問題を解いていただいて、で、50分の解説を聞いていただく、そういった流れになっています。要はこの担当スーパー速習コースというのは、まずは担当基礎期にこの速習講座ですね、速習専用の担当スーパー速習講座、インプット講座で効率的に知識をインプットしていただいて、で、あとはこれ通常のコースと合流してですね、合流して、で、同じ担当実践答練公開模試でですね、知識をですね、仕上げる、完成させて本試験に臨んでいただく、そういったこう流れになっています。で、受講の仕方としましては、まずはこの担当スーパー速習講座、インプットの講座ですね。こちらは、通信のみの受講になっています。いや、自分は生クラス通いたいんで通信のみだとちょっとなって思う方もね、いらっしゃると思います。確かにこう通過クラス、生クラスというのは講師に直接質問ができるとかペースメーカーになるとかですね、いろんなメリットはあります。ただ、生クラスというのは例えば、通常のコースですと、大体毎週日曜日にですね、朝の10時から1コマ2.5時間で、で、お昼休み1時間の休憩を挟んで、午後の1時半から4時という形で、1日こう2コマですね、休憩を挟むと6時間。で、こう通学の時間もなんかを含めますと、大体7時間ぐらい丸々ですね、こう時間を確保していただく必要があります。これ、なかなか大変だと思いませんかね。生クラスというのは、講義の日程に自分のスケジュールを合わせる必要があります。毎週日曜日、まるまる7時間、時間を確保する必要があります。これ、なかなか大変だと思いませんかね。年明けから働きながら、毎週毎週日曜日ですね、しっかりと7時間ずつ確保する。例えば、家族サービスとかいろんなことあると思います。なので、なかなかやっぱりですね、講義の日程に自分のね、スケジュールを合わせるというのはこう大変な部分があると思います。一方で、通信というのは、レクの通信講座は、1回の講義が4ユニット制になってます。ユニット制です。1ユニットを大体35分ぐらいでかける4ユニットで1回分の講義になっています。なので、例えば通信ですと、朝早く起きて35分1ユニット講義を聞いて、で、通勤通学をして、で、早めに帰宅をして残りの3ユニットを受講するみたいに、1日の中で35分の隙間があれば、そこに、ね、講座の受講をですね、入れ込むことができるんです。つまり、通信というのは自分のスケジュールに講座の受講をですね、入れやすいですね。そういったメリットがあります。特にこの担当スーパー速習コースは、年明けからある程度タイトなスケジュールで講座を受講していただく必要がありますので、そういった点ではこの通信の方が自分のスケジュールに講座を合わせやすい、入れ込みやすいという点で、さまざまね、こうメリットがある。なので、ぜひですね、こう通信で受講していただきたいという形で、インプット講座は、ね、通信のみの受講になっています。で、一方でこのアウトプット時期ですよね。担当実践答練、全日本担当公開模試、こちらはね、生クラスがあります。スケジュールとしましては、まずは左、担当実践答練は、東京の水道橋本校のみになってしまってるんですが、日程としましては、3月の22日日曜日からですね、毎週日曜日3週間にわたって、午前中10時から行政法規、午後2時から鑑定理論という形で、3月22日の日曜日から3週にわたって、担当実践等に生クラスのスケジュールが組まれています。
で、特に関東の実際の本試験の試験会場というのは、例年通りならば、この東京の水道橋本校のすぐ隣の日本大学の法学部が、例年通りならば関東の担当本試験の実際の試験会場なんですね。で、本試験というのは日曜日の朝の10時からね、行われます。なので、この実践答練、毎週毎週日曜日水道橋本校にこう通っていただければ、すぐ隣が本試験会場ですので、毎週毎週本試験のシミュレーションができるような、そういったメリットもこの実践答練の生クレスにはあるんだということになってきます。で、一方、全日本担当公開模試ですね、提携校も含めて全国で15か所ほど実施されます。水道橋、札幌、仙台、富山、あと金沢提携校で、静岡、梅田駅前、京都駅前、神戸、岡山、広島、山口、高松、福岡、那覇本校ですね、全国15か所で実施されます。日程としましては、4月の12日の日曜日が模試の日程となっています。模試だけは最後ですね、こう生クラスで実際に受けてみたいという方はですね、お近くのこのね、本校に通っていただいて、ぜひですね、模試、実際に生で受けてみるようにしてください。なので、受講の仕方としましては、結局は、インプットアウトプットすべて通信で受けるパターンと、あとは模試のみを通学で受けるパターンと、あとは水道橋本校だけなんですけど、答練模試を通学で受けるパターンと、一応ね、3パターンが受講形態としては考えられます。で、通信の受講の仕方なんですけど、2つですよね。ウェブ、要はパソコン、さらにはダウンロードするとスマホなんかでも見れるんですけど、パソコンだったりスマホとかで受講するのかパターンがこのウェブ講座。一方で DVD で受講するパターンがこの DVD 講座です。ウェブ講座というのは視聴期限があります。本試験5月ですので、5月の末までの視聴期限となっています。一方 DVD というのは手元に映像が残る。その分ですね、ちょっとね、値段が少しだけ高くなっています。内容は講義の内容は WebDB ですね。いずれもこれ同じものとなっています。で、通信ですよね。いやいや、生クラスですと直接先生に質問できるので、ちょっと通信だと質問できないので、ちょっとやりづらいんじゃないか、そういった不安とかもあると思うんですよね。ただ、通信なんですけど、当然、メールでの質問精度がね、ちゃんとつけられています。教えてチューターというんですが、メールでのね、質問精度がちゃんとついています。特にこれ、回数制限ありません。もちろん内容も、あとね、勉強の方法とか、そういったもの、何でも質問結構です。鑑定理論については、私自身が質問答えていきます。土日を挟まなければ、大体1日2日ぐらいでね、返信できるはずですので、生クラスで直接質問できないですね、大体に十分なり得るね、そういった質問制度になっています。で、この担当速習、担当スーパー速習コースね、取っていただきまして、で、見事担当に受かっていただきますと、2021年度についてはね、論文に進んでいただく。で、論文だけのコースもね、ちゃんと準備しています。で、この速習コースでね、一発で受かっていただきまして、で、合格体験記とか写真とかね、一定の要件が必要なんですけど、半額で申し込めるような、そういった割引制度なんかもね、用意してますんで、まずはですね、この担当に特化していただいて、2020年度担当合格をですね、速習コースで目指していただきたいということです。で、仮にこの速習コースを取っていただきまして、実際本試験を受けて、例えば惜しくも1問とか2問とか足りずに不合格となってしまった場合にも、2021年度の通常コースですね、担当合格コース、こちら半額で申し込めるような、そういったサポート制度なんかもね、準備していますので、まずは2020年度はですね、担当だけに特化していただいて、この速習コースでぜひね、合格をしていただきたいということになってきます。では、この速習コースですね、どういった方がおすすめかと言いますと、まずは宅建の知識を持っている方ですね、やはりおすすめです。先ほど説明した通り、行政法規という科目は、宅建で学んだこと4割ぐらい、勉強内容重なっていきます。
なので、宅建で学んだことを一番活かせる資格が鑑定士だと思います。一番信用性が高い資格がですね、宅建試験で学んだこと、一番信用性が高い資格ですね、鑑定試験になってきます。特に直前に宅建試験ですね、受けられた方、今ですね、知識が十分にある、宝を持っている状態です。で、これ当たり前なんですけど、時が経過すればするほど、その宝がですね、どん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 なくなっていってしまいますので、ぜひ今持っているですね、宝をですね、有効活用していただきたい。そのためにも、この親和性の高いですね、ぜひ速修コースでこの鑑定試験にね、チャレンジしていただきたいということになってきます。続いておすすめなのが、受講料を少しでも抑えたい方、これ大事なことですよね。他の予備校さんの受講料だったり、もしくはね、他の資格の受講料と比べても、この速修コースの受講料はかなり抑えられた金額になっています。まあ、受講生に優しいですね、まあ、受けやすい金額に、ね、設定されています。で、続いておすすめなのが、過去の学習知識を再確認したい方ですね。つまり、以前独学だったり何かしらで鑑定試験ですね、勉強していたんだけど、残念ながら受かることができなくて、でしばらく経ってもう一度鑑定試験チャレンジしたい、そういった方、速修コースというのは知識をコンパクトに効率的に学ぶことができますので、実はですね、以前学習した方でもう一度知識を確認したい方にもおすすめなのが、この速修コースということになってきます。さらには短期集中で最短で担当合格をね、目指したい方におすすめなのがこの速修コースです。年明けから担当に間に合わせるコースはレックだけしかね、準備していません。これレックだけです、この速修コース。でも中にはもう2021年度はもうね、通常のコースでゆっくり2021年度に向けてですね、勉強を始めたいという方もいると思う。年明けをしね、年明けはもうね、2021年度に向けて通常のコースでゆっくりと勉強を始めたいという方もね、中にいらっしゃると思います。まあ、そういった判断もね、決して間違いじゃないと思うんですけど、ただ、ゆっくりと勉強できるというのは、まあ、期間が長くなってしまうということですね。期間が長くなると、モチベーションを維持するのが結構ね、大変だったりします。やっぱり期間が長いとですね、この波がありますので、ずっとこうモチベーションを維持するのが結構大変だったりします。で、期間が短いと、それこそで、ね、モチベーションを維持するとかも考える暇もなく、あっという間に本試験に来てしまいますので、そういった意味ではですね、こう集中してですね、勉強することができます。意外と期間が短い方が集中してですね、効率的に勉強することが、ね、できますので、実はね、短期合格、速修ですね、短期合格する人ね、かなり、いらっしゃいます。最終合格、論文式試験をですね、合格するためには、最終合格を近づけるためには、できるだけ早く短答式試験に合格することがね、重要になってきます。最終合格をですね、早めるためには、まずは短期で短答に合格すること、早く短答に合格する。そのためにも、年明けからでも2020年度担当合格が十分に間に合わせることができますので、この速修コース通っていただいて、短期集中でですね、効率的に担当合格ですね、目指していただきたいということになってきます。今、鑑定業界はですね、本当に人手不足なんです。なので、このガイダンスをね、見ていただきまして、で、鑑定試験に興味を持っていただいたならば、この速修コースでね、短期間で担当を受かっていただいて、さらには2021年で論文を受かっていただいて、で、次の鑑定業界の担い手に、こう皆さんがですね、なっていただけると、ありがたいなと思っております。はい、以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。